ホーム鉄索駅側面地上にある改札口阪神国道駅は兵庫県西宮市門大塚町にある阪急電鉄今津線の駅。駅番号は HK-22。駅名に阪神を関するが阪神電気鉄道の駅ではなく当駅前を通る国道2号の通称阪神国道に由来する。阪神という言葉はもともと大阪市と神戸市。 およびその中間地域を指す名称であり、阪神電気鉄道や阪神国道もこれに由来するものである。なお、阪急電鉄も戦前は阪神急行電鉄という社名だった。沿線街、特に関西以外では阪神電気鉄道による国道駅の意図、勘違いされやすい名前であるが、劣気とした阪急電鉄の駅名である。発音の際のアクセントも、 阪神国道が一つの単語なので、阪神で加工することなく高いまま、コマで続き、駆動で下がる。ただし、英語表記は、阪神国道であり、中間でハイフンを入れて区切っている。なお、通称として、阪急大阪梅田駅、阪神大阪梅田駅、阪神西宮駅のように呼ばれる事例はいくつかあるが、阪急電鉄、阪神電気鉄道の駅の中で正式駅名に、 自社の略称を冠したものは一つもない。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。今津線が国道2号と JR 神戸線とをまたぐ位置にあるため、開業当初より高架駅であった。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。1984年に西宮北口駅で、 今津線が分断される前は、宝塚駅まで直通していたため、ホーム有効長は6両、編成対応だが、分断後は3両編成の列車しか発着しないため、ホームの西宮北口より3両分には、柵がされている。また、ホーム今津よりにある、信号機は分断直前に設置され、分断後から運用を始めたものである。駅舎は、国道2号に面した。 今ずよりの一箇所のみで一階にある。国土交通省の2006年度の計画の下、バリアフリー化工事が行われ、2007年3月までに階段部の改良、エレベーターの設置、トイレの改良、歩道から改札口までの段差解消が完成した。これらの改修で設備は最新の駅に見劣りしなくなったが、写真の改札口前の橋脚など、レトロな雰囲気も残っている。 このほか、段差がある時代は、売店もあったが、現在は廃止されている。今津駅との駅間距離は700メートル強かつ、直線のため、肉眼でも互いの駅のホームから確認できる。これは、阪急電鉄で最も短い駅間距離である。また、かつて、今津駅が地上駅であった頃は、高架上の当駅を出て、国道2号をまたぐとすぐに40パーミルの、 急勾配となる下り坂が存在した。実際には校内に乗り場、番号表記はないが、スマートフォン向け、アプリ、阪急沿線ナビトックアプリの発車案内機能では、西宮北口方面が1号線、今津方面が2号線と表示されている。2019年の年間の乗車人員は89万人で、ある。したがって1日あたりの平均乗車人員は、 約2438人となる。阪急電鉄前駅で最も利用客が少ない。駅の名の通り、すぐ南側で阪神国道と交差する。駅周辺は、津門川を挟んで、西側や国道2号を挟んで、南側は基本的に住宅地であるが、東側や JR 神戸線を挟んで、北側はかつては大型工場がいくつも創業していた。 工業地帯であった。駅の東側にはかつて朝日ビール、西宮工場が隣接しており、阪神甲子園球場でのプロ野球など、イベント当日には、この西宮工場で製造した直後のビールが、球場に直送されていた。なお、工場跡地については解体され、さら地となった後、東半分には先行して、店舗などが開業したが、 西半分については、西宮市立中央病院と、兵庫県立西宮病院とを統合した、新病院の建設の是非が長年問われたものの、最終的に建設することで、兵庫県と西宮市が合意した。また、朝日ビール工場跡地の、さらにその先には、名神高速道路を越えて、森永乳業近畿工場があった。駅の北側の JR 線路沿いには、 共和発行工業と名田酒造の工場があったが、これらはいずれも閉鎖され現在は分譲マンションとなっている。阪神・淡路大震災発生前まで国道沿いの駅西側に泉屋があった。地震で泉屋のあった木材橋が崩壊したためビルは解体され、跡地は高層マンションとなっている。なお、泉屋自体は2008年に 阪急西宮ガーデンズの各テナントとして13年ぶりの西宮市内への再進出を果たした。阪神バスの路線が乗り入れる。停留所名は、かつての阪神国道線停留場の名残で、北今津となっていたが、2009年4月1日より、阪神国道駅前に解消された。バスの車内放送では、阪急電車は、お乗り換えくださいと案内するが、 阪急阪神の経営統合以前は、宝塚方面は、次でお乗り換えくださいと案内されていた。野田阪神駅は、大阪メトロの駅であり、阪神電気鉄道の野田駅周辺を指す通称である、野田阪神が駅名となった。2013年までの阪急の駅名表は、近隣に他社の同盟駅がある場合は、駅名の前に、 半球と小さく記していた。ありがとうございます。